ちは、カベマユミとサイン姉妹のサニーの玄関先で届いた宅配物を開けるだけのシリーズでございます。はい、いつもありがとうございます。1月6日でございます。また明日から3連休ですね。はい、よろしくお願いいたします。毎日ありがとうございます。では開けましょう。はい、本日はこれはご覧いただいたらわかりますように、ワインでございます。はい、ワイン開けるやつ、はい、開きました。サニーちゃん見える？はい、これはワインでございますが、ワインのラベルでお国当てクイズがちょっとできません。これももう最近いつもそうなんですが、すべて同じ国でございます。いつもご覧になってる方だったら、ああ、あの国ですね、と、わかるかと思いますが、じゃあちょっと、10本入っておりますが、このうち3本ぐらい、ランダムにご覧いただきまして、どこの国か、当てていただければと思います。まずは、こちらでーす。こちらでーす。こちらでーす。3本ご覧いただいたら、もう大体こう、似てる感じのものばかりですので、わかるかと思いますが、はい。ここに入っております10本は全部どちらでしょうか。はい、せーの、フランスでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こちらは全部白ワインです。前もお話ししました通り、赤ワインは今シャトレーゼの赤ワイン、あれは本当に便利ですよね。瓶をもう最初に買ってしまうと700円もしないんですよ。そして行ったら、ジューンとか入れていただきまして、もうかなりです。で、シャトレーゼはケーキも美味しいですし、去年のクリスマスはシャトレーゼのケーキにいたしました。ということで、白ワインばっかりとなるとどうなるかと言いますと、我が家のリサイクル事情が変わりました。結局、通い瓶ですので、赤ワインの分が、瓶が出ないんですよ。だから普段いつももう、こんな大きい瓶入れにいっぱいになっていましたのが、半分になりました。白ワインだけでございます。はい。そして、フランス、あ、そうそう、フランスといえば、最近フランスにお住まいの方から、ご連絡をいただきましてですね、フランスで柴犬ちゃんを飼っておられる方です。その方から、本当になんかこう、フランスの柴犬事情といいますかね、いろんなお話を聞いて、もう、びっくりいたしました。素晴らしいお話をいっぱい聞きました。ちょっとその方のご許可をいただいて、OK でしたら、フランスのワンちゃんの事情、この動画でもお伝えします。はい。フランスといえば私、一度だけ行ったことがあります。フランスのパリでございました。それは仕事で行きました。飛行機が苦手でございますので、自らが好んで、こう、海外旅行行くということがないんですが、若い頃にですね、仕事で世界各地を回ったことがございまして、そのうちの一つがフランスでございました。その時にですね、まあ、当たり前ですが、夜、おしゃれなお店にフランス料理を食べに行きました。今のよりも何でもシャカシャカ取るという感じではなかったので、何を食べたか覚えてなかったんですが、やっぱさすがフランス、食べ物も美味しいな、ワインも美味しいなと思ったことがございます。ということで、今は、こうやって、この、こういうところに住んでいながらも、フランスのワインをお安いですよ。お安いです。こんな感じです。でもね、同じお安くても、やっぱり、フランスのワインが、なんかうちの夫は大好きなようでございます。私はですね、この中でですね、1本、さっきご覧いただいたと思うんですけど、これ、この中ではこの、タラーニって呼ぶんでしょうか。タラーニというワインが、白ワインが一番好きです。ボトルも、シャープですっきりしております。はい。ということでございまして、本日は、フランスのワインでございます。円安とは言いながら、それほど値が上がっていないのが、助かるところでございます。はい。本日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。おそろ